どうも皆さんこんにちは、クリムゾンナイトです。装備獲得イベント大魔修練が開催されましたが、こんなに装備があっても何を優先して交換したらいいのかわからないよという人も中にはいるのではないでしょうか。今回は私の実体験を踏まえた上で、これは絶対に交換した方がいいという装備を5つ紹介していきたいと思います。ちなみに私は40人をランク10まで育成していますが、圧倒的にこの装備が足りていないので間違いないと思います。それではパパッと見ていきましょう。レッツゴー、クリムゾン妖魔大戦。一つ目はシルバーベルトです。シルバーベルトはランク8、9のあたりで必要になる装備ですが、ほとんどの物理キャラのランク上げに必要になります。階級戦や試練の塔の交換所でも入手できますが、勝利の証や試練の証がかなり必要になるので、この機会に交換しましょう。銀色の装備の中では最も不足する装備がシルバーベルトになります。2つ目は黄金のヘアピンです。こちらはランク9、10のあたりで必要になる装備で、ほとんどの魔法キャラに必要になります。試練の塔の交換所でも入手できますが、試練の証が1500個必要であり、1500個は試練の塔約2周分になるので、この機会に入手した方が良いでしょう。3つ目はゴールドヘルムです。こちらはランク8、9の物理キャラに必要となる装備となります。階級戦の交換所で入手可能ですが、勝利の証が5000個必要であり、S 級10段になった人でも1日に約1000個しか集められないので、今回のイベントで交換するのがおすすめです。4つ目は金の鎧です。金の鎧はランク9、10の物理キャラに必要となる装備で、入手方法は大体魔戦の交換所となりますが、次回開催はいつになるのか不明なため、今回入手した方が良いかと思います。5つ目はゴールドブレスレットです。装備6つのうち4つは使用する武器によって違いがあるのですが、金の鎧とゴールドブレスレットについては物理キャラのランク10に共通して必要となる装備となります。特にゴールドブレスレットは入手方法が今回のイベントまたは課金するしかないため、ぜひ入手しておきましょう。以上が大魔修練で絶対交換しておきたい装備でした。ちなみに皆さんは星3大魔種確定ガチャは引きましたでしょうか。交換がまだの人は注意してほしいのですが、このガチャで排出される星3キャラは左に表示されている14人になります。新キャラ等の後から追加されたキャラは排出対象外なので気をつけましょう。キャラが被る可能性が高い人はガチャチケットよりも報酬のかけらを交換した方が良いかと思います。と言いつつも、私はただただガチャが引きたかったので交換しました。さてさて、何が出るでしょうか。ワク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 、スザクみなみちゃん、味方の物理攻撃力アップのバフが優秀なキャラですね。それでは今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。